ますね。おっしゃいっす。いいね。巨人が監督変わっていろんなコーチ人事も変わったじゃない。楽しみですね。楽しみ。何が楽しみ。まずは、外から何年も見てるじゃないですか。宮本さんにしてもこの時も、水野さんも10年ぶりに戻ったし、で水野さんって、年中ゴルフ一緒にやってたんですけど、めちゃめちゃ理論もなるほどなっていうことを言うんです。前が納得するの、豊ちゃんも現場離れて入った時って思うことってあるじゃないですか。 あそこはこうやってていいとここうやったから強いんだって、こっちはこうあれいる人は分かんないですよね。他のキャンプも見ないし、道の分からない方向音痴の人みたいななっちゃう人も、ナビゲーションってテレビ上から見た映像でしょ、上から見てるからよく分かる。だから離れてた人とも上から見てるからよく分かるんですよ。宮本さんなんかは全部楽しくキャンプをやってたんですって。週キャンプが楽しいですよね、多分。やっぱり誰も野球人だから今、楽しい雰囲気を作りたいっていうのもあるよね。でしかも楽しかったんですね、久しぶりだしな。そうで、それってまだ勝ち負けが始まってないから、そうなんだよ、なんか楽しいじゃないですか。俺もそうだったの。2008年初めてコーチになった時も、俺は正直その時2億稼いでた。公演も1本俺大体80万でやるから、それを年間83本最高やったことある。公演を2億稼いでたので、もう来年4億頑張ろうって、1億からなかなか、よし来年4億だなって言ってる時に、ブラウンズのコーチになったから、ガーガーってこう年収が下がるわけですよ。そんな2000万3000万もらったって、コーチとしてはでかい金額だけど、うちの会社からすればもう話すみたいな金額になっちゃってて、それだけ必要じゃないといけないだけ人は雇ってちゃってたし、で税理士ともコンサルの人間とも話して、どのぐらい持つって今の現金で今の収入でって、2年が限界でしょうね、今の人を切らないなら、切らねえとこうよって、かわいそうだからって、俺はわがままでコーチ言うんだからなんつって、で今戻ったんだけど、俺と渡辺久信さんの持論は、やめて生活に困らないやつはいいコーチいい監督になるっていうのがあるんですよ。選手のせいにしない余裕があるから、ダメちゃんも家賃収入があるから俺は大丈夫だろうみたいな、だいい監督でしたよ、なあ、余裕があって、いや男気あるよな。そうでもさ、デーブさ、お前何年ぶりに西武に最初13年ぶり13年ぶりって言ったらさ、野球が変わってなかった。でも見てるから分かってんじゃないですか。いや見てるけど、変化球もさ多種多様になってるじゃん今。それを別にあまりしてカットとか、ツーシームっていうのをしてて、解説やりながらこう言ってたらバカだなって、そういうミーティングをやってる内容をやっぱこうスコアラーに聞いてもカットが増えてツーシームが多くて、まあそれシュートとスライダーじゃねえか、確かにね、それもそれがちっちゃくなったやつだから、そんな誤差みたいな話よ。そういうのもなんで一緒にしねえんだろうと、解説者としては使うけど、俺が現場にいたらそのちっちゃなスライダーっていうか、大きなスライダーさえ打てればちっちゃいなわけないんだから、だからそれを一緒にしてはいるんだと思うのを一緒にしてあげる。選手でもコンコン分類するっていうことだよね、で少なくしてやる、ね、そう、ね、これからずっとまっすぐカーブしかない、まっすぐスライダーシュートフォークはまっすぐのタイミングで打てるんだ、カーブだけ違う、そのカーブも硬さ開かなかったら打てると思うよと。選手もこう省いていいって言われるわけじゃないですか。人間ってレモン、今イメージで夏みかんとか酸っぱいもの果物屋で見ても、今聞いてもレモンかじってって言われて 2,3 分本当にかじったイメージしたら唾液出てきちゃうんです。イメージで体は反応するようになってる。だから低めの球を手出すなよって言うと、低めに手出すことが脳がやりだす、体は反応しだす、ボールって投げてからホームに着くまで 0.45 秒なので、脳がさ体の動きなさいって言ったのが 0.15 秒ぐらいでこう反応するわけっていうのを足していくと、実際2メーター見えてない、ボールは見えてないんですよ、プロ野球選手も。そこをどう見さすようにするかっていうと、球種も張らなきゃいけないとかなってくるわけです。だからそういうのもこうやってったりしていって、何が言いたいかっていうと、その余裕がある人がそういうことも言えていいよ、ダメだったら俺この本当球団にお願い行って、今日はもう俺のバッティングコーチの指示で、追い込まれても低めは高め手出せ、三振したら俺の給料下げるって言ってくるから、お前らは気にしないで三振しろと。で球団の偉い人に、査定の人にも、今日あのチームで方針立てたの俺だから、もし来年俺と契約する気があったら今日マイナス査定にしといてくださいとって言いに行ってるから、堂々と言えるわけ、俺の責任だって。まあそれ、その指示通りやったら、たまたま本当にこう低め手出すなって言ったけど、手出ちゃったやつが手出なくなってくるわけ。そういう人がジャイアンツのコーチに変わってるってこと。いやだからそれを言えるっていうのもいろんなことをしてきたからじゃないですか。で、余裕も宮本さんもこの間ズームサタ見てた、俺も泣きましたよ。何ズームインサタでは卒業するときに、最後の日に宮本さんが号泣してるわけですよ、あのスタッフも。で宮本さんらしくスタッフの、音調整のスタッフも、絶対寝てねってとこう言うわけですよ。優しい人だから宮本さんって。絶対寝てね、寝なさいよと、無理しないで、あれズームサタってみんな寝ないで編集、俺はズームインサタやってたから、寝てねって言える人、泣きながら言ってるから、やっぱり思った通りっていうか、いいコーチになるな。ただ楽
楽しいなって言うらしいんですよ、水野さんとかで。いっぱいがね、もう選手の、俺11年やったんだけど、全部負けた以上に悔しいわけよ、首脳陣って。1個負けんのが選手は、明日明日とかやれたけど、だから三浜さんとかはまだそれを知らないから楽しいわけ。よし、こいつらと頑張るぞって素直に思える人だ。ところがオープン戦が始まると勝ち負け出てくるからね、プレッシャーだよ。でだんだん順位がついてくるから、12位巨人とかなると、何やってんだよ巨人、今年大丈夫かって言いたいですから。そうなってくってた時に、余裕がある人は、いいんだよいいんだよ、俺がやめれば俺の責任でいいよって言える人がいるから俺は強いと思う。で、元木にしても、くせ者って言われる以上、頭が良くなきゃできないプレーがいっぱいあるわけじゃないですか。元木の脳は、やっぱ野球脳はいいよ。うん、いいっすよ。漢字は読めないんだけどさ、平均時バスで移動してて、俺原さんの横座って、元木が補充してた。デーブ、これさ、巨人苦手の伸び悩みって書いてあるんだけど、どういう意味って読んだら、巨人若手の伸び悩みだった。お前らのことなんだよ。だけど、野球は天才なわけです。天才だよ。で、選手にも、かまし入れてるっていうか、これやれこれみたいな、かましは効くな、うん、ドキドキね。ただ秋のキャンプはガキどもしかいないわけでしょ、まあ、だからこれが新之助だとか、そのベテラン超陽大官だとか、ああいう連中がこう来ると全然、まあ雰囲気は変わる。春のキャンプね、ガラッと変わるわけですよ。でも今年ジャイアンツはじゃあ期待できる、まあ、優勝ですよ。それこそ優勝しなきゃ、原監督だって1年で腹切るぐらいの気でやんなきゃいけないメンバーじゃないですか。そうそう、このメンバー揃えてもらったら、まああれだけの補強もしたしな、うん、原さんもめっちゃめちゃ爽やかでいい人だから。でも厳しさも二次政権の時はすごかったらしいですね。あ、でも原さんってだから強いんだなと思って俺は見てたし、こういう人じゃなきゃ巨人の4番って入れないんだなってもう戦ってと思ったし、だから優勝は間違いなくしなきゃいけないとかするメンバーですよ、巨人は。俺はもう血液型 G 型ってぐらい巨人ファンだから、もう今年は本当楽しみしてるんですよ。